パウル・カッシーラーは、ドイツの美術賞、出版業者。ベルリン分離派のほか、フランスの印象派とポスト印象派、特にフィンセント・ファン・ゴッホや、ポール・セザンヌの作品を取り扱い、ドイツでこれらの作品の普及に努めた。パウル・カッシーラーは、1871年、ケーブル製作会社の技師であったルイ・カッシーラーの子として生まれた。エルンスト・カシーラーも出た。 ユダヤ系の家系である。当初、ミュンヘンで文筆家として活動し、1890年代、小説を2冊出したほか、風刺雑誌、ジンプリツ・エシムスに記事を書いていた。1898年、いとこのブルーノ・カッシーラーと共に、ベルリンのビクトリア通りに画廊を開き、当時ドイツでは目新しかった、印象派の絵画を扱い始めた。画廊の内部は、ベルギーの建築家、 アンリバンデ・ベルデが設計したもので、華美な装飾を避けた進歩的な趣味のものであった。当時、ベルリンはドイツ帝国とプロイセン王国の首都として急成長を遂げており、ドイツの現代美術史上としてミュンヘンにとって変わろうとしていた。彼はエドアル・マネ、クロード・モネ、ポール・セザンヌ、フィンセント・ファン・ゴフホ、ポール・ゴーギャンといった印象派。 ポスト印象派の絵画をドイツに紹介した。また、1898年に立ち上げられた、ベルリン分離派を支援し、ロビス・コリンとマックス・リー・バーマン、レッサー・ユリー、エルンスト・バルラ派などの絵を取り扱った。友人のハリー・ケスラー伯爵とともに、モダニズム絵画の美術関係者のサークルを形成し、展覧会を開催したり、絵を購入したり、モダニズムを宣伝する記事を書いたりして、 ドイツの球体依然としたアカデミズム絵画を克服しようとした。1900年にはアンブロワーズ・ボラールがパリで初めてのセザンヌ古典を開催してからわずか5年後にドイツで初めてのセザンヌ展を開催し、1901年にはパリのベルネーム・ジューヌ・ガローがゴッホ開古典を行ったのと同じ年にドイツで初めてのゴッホ展を開催した。パウルとブルーノは 画廊の傍ら、出版業も行い、バンデ、ベルデや美術館長、フルゴフォンチューディ、アルフレート・リヒトバルク、ビルヘルム・フォン・ボーデなどの本を出版した。1901年、パウルはブルーノとのパートナーシップを解消し、パウルは画廊の経営とベルリン分離派の事務局長を続け、ブルーノは出版社を承継して1901年に雑誌、芸術と芸術家を創刊した。 1903年には、エドバルド、文句、ピエール・ボナール、エドアル・ビューヤール、エドガードが、クロード・モネのほか、最近評価されるようになった、フランシスコ・デゴや、エル・グレコの展示会を行った。しかし、保守的なメディアからは、反ユダや趣味も加わって、攻撃を受けた。1908年、パウル・カ・シーラーは、自らの出版社を開業し、フランツ・マルクの書簡集、 マックス・フリート・レンダーの初期ネーデルラント絵が14巻などを出版した。ゴッホの作品を相続した義妹ヨハンナ・ファン・ゴッホ・ボンゲルの信頼を勝ち取って、ドイツでゴッホの作品を数多く販売することに成功した。1910年には、ヨハンナとゴッホの手紙のドイツ語訳出版の契約を交わし、1914年にこれを出版した。 1910年から1912年にかけて、パーン氏を発行し、表現主義の美術、文学を支持した。1910年、舞台女優のティラ・デュリューと結婚した。第一次世界大戦では、ベルギーで従軍し、1914年から1916年にかけて愛国主義的な雑誌を発行していたが、次第に反戦主義、社会主義に傾斜した。 1920年のアドルフ・ヒトラーの演説では国家社会主義に抵抗する資産家として攻撃された。1922年、出版社の財政難のため、これを売却せざるを得なかった。1926年1月7日、妻ティラとの離婚協議中に拳銃で自殺した。ありがとうございます。